日記を書くようになりました。で、絵日記なので絵を描いて文字を書くっていうシンプルなものなんですけど、毎回母が読んで、で直すんですね。で、例えば大きな飴をもらったっていう時は、大きなってどのくらい、手のひらぐらいなのとか。じゃあ本さんにね日記を読めばその日の匂いや風、色が鮮やかに広がるように書きなさいと言われました。じゃあ久しぶりじゃないね。その前が空いてんの、うんうん、その前がね6日間空いてる、うん、4歳から始まってずっと続くんですけど、まあ、父は出版社で編集をしていたので、じゃあこの本を、日記を合本にしたらどうだろう、エリコの絵日記で。こういう風に書いてたっていうのは私は知らないよな。これがね、そうかそうか、これでやっと3人で日記なのよ、小さい時は。で、どこだっけ。おお、そうか、二つが同時だったのか。そうね、小包で届いたんだよ。ケリーは母の写真を見るとほとんどの写真に載っているというか、私も覚えてないよね、うん、そのケリーバッグを見ると母そのものっていうか、いやいや、 あっちのものが、っていう思い出があります。で、母が亡くなった時にどうしようかなと思ってたんですけど、エルメスの銀座店の方に大隈さんを訪ねて、行ったら、エリコさんのお母様がお亡くなりになって、そのバッグはまだまだ行きたい、そういう状態にあると私は拝見しましたので、職人が丹精して作ったもの、命を吹きかけてくれたものを生かすというのが、ですからよくしまわれてずっと使っていないとか、そういうことがあるっていうのはとても悲しいことだと思います。大隈さんが磨いてあげるから、で綺麗にしてあげるから、もう一回エリコちゃんの手でこのケリーを育てなさいって言われて、次は戸塚です。戸塚です。 The next station is 戸塚。ツヤだったりとか色の深みだったりとか、あと傷も含めてやっぱり全部こう思い出っていうか生きたものになるっていう感じですね、うん、ここに母がいるっていう思いがあるので、全部そういうふうにこう守られてる感じはします。うん、私はその自分の恋愛の話になっちゃうんですけど、でそういったものをまあこう見ていて、やはり自分の好きなもの、それから個性を大事にするっていうのは大切だなというのは、やっぱりこう人が見た時に
ちょっとこう不自然な形に見えるかもしれないんですけど、私にとっては自分が一番素直で自然体になれるパートナーがヨシカっていう存在で、でこの家族が成立していて、私はやはりそんなにお金をたくさん持っていないので、その時にエルメスに1年に1回訪れるみたいで、毎年欠かさず買うのはエルメス の手帳のレフィルだから、今エルメスの手帳をずっと使って書いていることはこれからも続けたいと思っているし、が忘れずにつないでくれてるご縁だなと思うし、